ウィリアム・フランシス・ビル・ハガティ4世は、アメリカ合衆国の政治家、実業家、外交官。2021年より、同国上院議員を務める。前中日アメリカ合衆国大使。投資会社ハガティ・ピーターソン社、創業者権取締役でもある。テネシー州ナッシュビル出身。バンダービルト大学法科大学院で、法務博士の学位を取得後。 ボストンコンサルティンググループに入社し、3年間の東京都への赴任も経験した。ビジネス活動に加えて多くの政治活動を行ってきた。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の経済顧問及びホワイトハウスフェローを務めた後、シリコンバレーでプライベートエクイティファンドのトライデントキャピタルで働いた。ミッド・ロムニーの2008年のアメリカ大統領選挙で国家財務委員長を務めて応援。 そして2011年から14年まで、テネシー州経済地域開発庁長官を務め、ブリジストン、カルソニック完成、日産自動車への投資も扱った。ドナルド・トランプの大統領選挙においては、政権移行チームの政治人用担当であった。有力コンサルティング会社ボストンコンサルティンググループの上級駐在員として、東京都に3年間滞在したこともあり、 地日,日派の人物であるとされる。2017年1月、アメリカ合衆国大統領への就任を控えていた、ドナルド・トランプが、ハガティの直期中日大使への寄与を検討していることが報じられる。3月13日、日本政府がハガティに大使アグレマンを与える。3月23日、トランプ政権より、直期中日大使に指名されたことが正式に発表された。 同年7月13日に上院で86対12の賛成多数で承認され、7月27日にワシントン市内で宣誓を行った。8月17日に新任大使として着任のため来日し、8月31日、皇居において日本国天皇に対して新任状を法定し、正式に中日大使としての活動を開始した。 大使就任2年目となる2018年の8月6日、広島で開かれた平和記念式典に初めて参列し、犠牲者に哀悼の意を捧げて喧嘩した。翌7日には、松井和美市長と面会して、核問題についての言及を避けつつも、戦争がどんな結末を迎えるのか、次世代に伝えていくことが重要だとの見解を示した。また、ガテ大使は、自身のツイッターでも、 戦争の悲劇と平和の追求の重要性を次世代が理解することが極めて重要ですと強調している。また、長崎県長崎市での長崎原爆犠牲者異例、平和記念式典にも初めて参列した。2019年7月12日、トランプ大統領はツイッターで、ハガティが2020年のアメリカ合衆国上院選挙に出馬することを表明。その後、 7月16日に中日アメリカ合衆国大使館より2019年7月末でウィリアム・ハガティ日本駐在アメリカ合衆国特命全権大使が辞任することとなりその手続きに入ったことが発表されたそして7月22日に日本国中札アメリカ合衆国特命全権大使を退任して本国へ帰国したハガティの退任後大使は 空席のままとなっている。2020年3月13日に公認として、ケネス・ワインスタインが指名されたが、承認がなされないまま議会が終了し、指名議案は廃案となった。2020年11月3日の上院選挙に、出身地の南部テネシー州から立候補。民主党のマルキータブラッド賞を下し当選。2021年1月3日に、上院議員に就任することとなった。 ありがとうございます。